皆さんおはようございます。セルバイスアルでございます。今日は2024年の10月16日4時46分でございます。昨夜の雨は一応この辺だと上がってるみたいですね。まあ、かなりシビアなことが予測されますけど、まあ、これまでの状況をおさらいすると、どうもちょっと銅はですね、キノコの出が必ずしも良くないというのが2024年の、まあ、通しての印象でございまして、もうこの時期に来ると何か爆発ってこともなかなか考えにくいんでね、やっぱり7月に起こりました干ばつが影響してるのかなと。今日行く場所は2、3年前にですね、服部文章さんっていう登山家兼冒険家みたいな方、私は好きな方なんですけど、その方がどっちだったっけな、釣り旅、狩猟の方だと思うんですけど、なんか狩猟系の旅を秋にやってたところですね。ブナの北限よりは若干北なんですけど、実際はブナが生えてるっぽくて、で月夜岳もいたと、そんなような場所でございます。でこれまで2回行ってきて、最初に行ったのが4年前のちょうど今自分ですね、道南のお友達と行きまして、まあキノコやり始めなんで教えてくださいみたいな感じだったんで、まあ、私も行ったことがない、まあ、お互いの中間地点ということで偶然その辺りを設定して行ったんですけど、まあ、そこそこいろんなもん取れたのかな。同じ年の11月頭ぐらいにもっとずっと道南の木古内っていうところに行きまして、でその時は吹き桜しめじの大群生とかですね、なめこ、私初採取ではなかったか、まあ採取はずでしたね、遭遇はしたことあったんですけど、まとまった量の採取は初めてという状況になりまして、で一昨年のだいたい同じタイミングかちょっと遅くに一度行きまして、一人 でその時は夜の月夜岳狙いで前夜に入って、前夜に場所選定して前夜に撮って車中泊するっていう、結構土地勘がないと無理っていう、しかもキノコの発育状況もしてないと無理という、かなりやんちゃな突っ込み方をいたしまして、見事大失敗、ヘッドライトつけて森入ったんですけど、そもそも地球だけ見つからねえと。まあただそれだけですね、4年前行った時にボンボン生えてたんですよね。今日はまあ何らか取れたら、そろそろキノコも終盤なんでね、まあ若干のんびりでお届けしようかなと思っておりますので、とりあえず飲み物を確保。今16度ですね、あったかいね。今日も朝飯はカロリーメイト家から持ってきたやつ、まだでも食いません。この時間に食っちゃうとハンガーの早く来ちゃう。乾杯。はい、うまっ。羊蹄山見えてますね。意外だな。峠からは相当ガスってて全く見えなかったですけど、お分かりいただけるであろうか。右手が羊蹄山でございます。ほら羊蹄ちゃん、ていちゃんでございます。はい、今ちょうど90キロ地点なので、ちょうど中間でございますね。出発から1時間半、まあいいペースでございます。まあ、目標は3時間、片道3時間ですね。
り 89.8 キロ。はい、海岸線出ましたね。今日はなんか風が強いんで波が立っております。お分かりいただけるんやろうか。摂津っていうとこですね。摂津というと風力発電が盛んと。で、シブト川というですね、かなり自然の環境を残した豊かな川が注いでいると。そのような場所でございます。はい、7時45分。まもなく第一お目当てエリアの林道入り口でございますね。懐かしいね。はい、ということで今年も道南の地に降り立つことができました。本日のウェルカムキノコ、ぬめり多すぎでしたね、残念。はい、それではまずですね、第一目標エリアの林道を今登っているところで、降りた先でもしかしたらちょっと縁取りツエタケが出ていたかもっていうところがありますので、そこを見て、それが終わったら服部文書ゆかりの地にどんどんと進んでいって、その辺りを昼過ぎまで攻める。でそれが終わったらこの林道をまた引き返してきて、実績ある月夜竹ポイントでいよいよ月夜竹探しを始めると、まあ、もちろん前半で月夜竹出たらそこでもいいんですけどね。で今のところこの林道を通ってる印象からすると、山ぶどうと白樺が意外に多いですね。こんな多かったかなって感じ。下草がやっぱうるさいの、埋めりすぎ竹がの老菌がちょっと紛らわしい感じ。まあ、でも柳系も多いんで、毒麦粉ならとか、ムナ系もちょっと見えたりする。あれとかそうですよね、多分。ムナはちょこちょこあるんですけど。もうちょっとね、老木が欲しいところでございます。最悪なパターンですね。笹と雨と枯れ葉ということで非常にやばい感じ。ここでも過去出たことありそうな感じですね。若干攻めやすいブナの大木があるところ見ていきましょうか。キョブトボーイですよね、これね。ボーイじゃないですね。キョブトおじいさん。キノコ全然ねえな。これ700、800年ぐらいいってんじゃないですか。こんなに巨木だらけだったんだ。あんまり細かい記憶がないんだよね。お、濡れすぎてなんだかわかんねえな。でもやべえやつだ。ちなみにその時コラボしたお友達ご夫婦は私より先に4年ぐらい、3年ぐらい前かな。それこそコラボした翌年の翌春ぐらいにシャグマに会ったりとかですね。つい先日マイタケ初ゲットしたりとか、もう追い越されてますね。本当にキノコねえわ。
やばいかもしれないね、今日。今回。残念なキノコチャンネルになりつつあるな。何にもねえよ、マジで。すごい出そうでしょ。4年前来た時は山井口、ちょっと、縁取り椎茸っぽいやつ、紅竹類、茶なめ類、まあ普通にこの時期出るやつは、登り竜とかね、ポンポコ出てましたよ。赤地塩竹。今日はもうネイチャーフォトグラフ動画にしようか。いや、さっきやってたところのちょっと下ですけど、獣道というかついてますね。いや、厳しいぞ今日は。月夜竹見つかるのかっちゅう。まあ、ただ一つ希望なのは、月夜竹は木に出ますから地上の影響をそこまで受けないはずなんで、その意味では諦めるには早いかなという感じですかね。はい、トゥー、いや、しかし結構巨木多いですね。こんなに多かったんだ。当時はマイタケなんか全く意識してなかったですからね。なんでマイタケチェックやってんだ。よなし。奈良竹発見と思って見ていたら、あの白いのなんですかね。このまたね、どんぐりが滑るんですよ。うわ、めっちゃ草通る。なんですかね。ブナハリかなと、あ、ブナハリかもしれないですね。なんか独特な匂いがするってやつですよね。ちょっと香ってみますか。いや。別に平竹と変わんねえな。じゃ、キープすか。なんか石鹸みたいな香りでしたっけ。あ、でもちょっとするかな。うん、ブナハリタケですね。さて、服部文章領域へ。多分初。いやー、なんかずっとまっすぐで舗装されてて気持ちがいいっすね。なんかもみじ狩りに来てる感じ。どっかな。
なんか標高600まで舗装で上がってこれちゃいまして、なんか趣旨が変わってきちゃいましたでこれずっと行くと服部文章リバーなんですけど、ちょっとねそこまで行っても仕方がないんで一旦引き返しますかね。でも対向車来たんですよね。何してたんだろう。この辺りなんか山菜採りが盛んなのか分かりませんが、ところどころなんか駐車場みたいな広場が設けられていて、その周囲が若干歩きやすそうなんで、でなんか排水溝も切ってあるな。この辺少し見てみましょう。お分かりいただけるだろうか。ちょっと状態悪いけど、上り竜ポンポコ広場に到達。いやー、昼飯確保できちゃったこと自体が不幸中の幸いですね。これもなかなか太いっすよ。ら、登り竜干すとどうなんですかね。結構いい感じそうですけどね。ちょっと水はけが悪いのかな。またでっかいナラタケ。巨木クエストになってきちゃって、これもブナかな。すごいね、ブナハリタケだけはいくらでも取れますね。うん、すごいフレッシュ。これ昼飯にいいかもしれない。これも銅だとなんか調子が悪いのをたまーに見かけるぐらいで食おうとは思わないですよね。一回だけ食ったことあったかな。また出てきた。いやー、月男出ましたね。老金ですけど、これ間違いないですね。ちょっとひどいなこれは。恒例のあそこチェックやってみましょうか。
老金だけど香りはもう黒いからね、こうね。うわぁ、酒みたいな。アコシトール。これでもわかんないしね。わかりませんでした。他の答え言ってみる。ちょっとわかんないですね。腐りすぎ。キノコ酒になりそうです、これ。標高541のこの場所で月夜竹がデロデロってことはどういうことなんだろうね。より下だと、でもより下だとちょうどいい感じですよね、気温はね。上から来ますからね。ちょっと標高下げっか。これはなんだ。観光ですね。青路地とかそれ系かな。だいぶこれも腐ってますけど。あれは？ほほほ、うまそうなキノコが腐ってる感じ。そのまま。そのままです。なんかもう出汁が出ちゃってる感じ、ここで。タヌキの方に戻ってきました。はい、それでは午前中最後のポイントですね。私の記録が正しければ月夜岳実績ある山なんですけど、チェーンスパイク履いてきたのでさっきより全然登りやすいです。いや。お、これは口紅竹だっけ？これ初めて会うかも。見えますかね？カブトムシ臭がするな。いや、相変わらずキノコないですね。ここもよくある形で、この前の山椒の山とよく似ていて、
小枝沢がいっぱいあって、そのために V 字渓谷になったんですよね。攻めづらい。そもそも多分4年前のでっかい倒木が流されちゃってるっぽいね。この辺の下の方に横たわっていていっぱい出てたんですけど、一昨年来た時も見つけられなかったんで厳しいな。今日のエリアだとトドマツがレアキャラですね。いいんじゃないでしょうか。月夜竹って根っこ調査に来てるな。根元なし。下山開始しましたけど、これはちょっと気づかなかった倒木ですね。でもなさそうだな。危ないね。よろず倒木たまり場だけどないね。そうだ、ムキタケもいいねえな。これもいいね。ターボババア出てきそう。はい、お疲れ様です。12時43分疲れました。とりあえず飯食います。でこの後も車が入れない林道のどん詰まりに来てるんで、まあ、飯食ってちょっと歩こうと思います。でものすごいいい月夜竹撮影にが出てきたら粘りますけど、ここで出なければもう今回はこれでブナハリタケもいっぱい取れたしね。一応月夜竹にはもう会えてるんで気が済んだということで終了にしたいかなと思います。全然見えないっていう。ちょっとここ人が多分水郷な人がたまに来そうなんで、三脚は立てずにステルスでやってます。今日はシーフードカレー飯久しぶりですね。ちょっとブナハリタケには申し訳ないんだけど、ちゃんとその分汁ソムリエをやろうと思います。いただきます。まず香り、まあ普通の錦秋ですね。ちょっと爽やかな、爽やかだけどごくごく普通の錦秋がします。で、あの針の部分がお分かりにならないと思うんですけど入ってます。いっぱい。おお、明るくて甘い感じですね。
これまでのシェルソム歴の中で一番甘いかもしれない。すごいな。なんかお米をよく噛んだ時の甘さ、それがいきなり来る感じですね。砂糖の甘さっていうよりもなんか本当に穀物をよく咀嚼した時みたいな甘さがあります。美味しいですね。癖はないです。嫌なところはないです。オープン。シーフードカレーの匂いしてきた。はい、こんな感じです。どうも、おはようございます。まず本体、すごいイカの感じがする。うまいね。ではめちゃくちゃ久しぶりというかブナハリタケ、まあ道南らしいキノコと言ったらいいかもしれないですね。なんか肉みたいだな。肉みたいになってる。マジで。カレーだからかもしれないですけど、独特な香りはあんまりしなくて、歯ごたえがちゃんとあって、鶏肉みたい。旨味もそんな感じなんですよね。食ったことないかもしれないな。もう一丁。鶏肉だ。めちゃくちゃカレーと調和してる。一心不乱に食っちゃう。ごちそうさまでした。じゃあ片付けして軽く午後の部行きましょうか。ほら、事実上ハイトンネルなんですよね。分かる人は分かる場所だと思いますけど、ターボババア出てきたじゃないですか。うるさいっちゅうね。私のチャンネルは40、50、60、70代が多いようなので、だんだだんの話題振っても、はって感じですね。大鬼さんぐらいしかわかんない。アプトリさんは確か、ぬめりすぎたけもどきはこの先で撮ってた気がしますね。なめこは撮ってなかったんじゃないかな。ここじゃないとこじゃない。直立した朽木出てきて、はい、トゥー、いやー、飯食ったから声が元気になった。
でもずーっと行ったらなめこありそうですけどね。相当行かないとダメかもしれない。ちょっと流れが強すぎんな。枝沢とか入ったらなめこありそうですね。うん、ねえなぁ。お、倒木あったけど、月夜竹はない。倒木っちか、枯れ木ね。なかなか荒れてますね。よくこういうところはオートバイでチートする人がいるんですけども、オートバイ入った形跡ないしね。田舎は治安がいいですね。うほほほ、崩落だ。いかにも崩落しそうな地形ですね。もういいかな。いいね。2024年のキノコ、個人的なやりたい放題はこれで一つの節目でございますな。あとはゆっくりと晩秋を味わっていくと、そんな感じになるかと思います。では本日の動画、多分長くなったと思いますけれども、一本にまとめると思いますので、以上でございます。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。